意外に簡単そうだったでしょ。見てるうちにできるんじゃないかなと。どうもこんにちは、レオです。今回は僕の大好きな海町のスケートパークにやってきました。以前ですね、意外と簡単なかっこいいトリック3選ということで、フラットトリックとそれからカーブトリック動画を撮影したんですが、今回はフラットレールで3選やっていこうかなと思います。海町のスケートパークには各レールが常設されてるんですが、今回はですね、僕の丸レールのフラットレールを持参しましたので、このレールで動画撮影していこうかなと思います。で、フラットレールって結構トリックチョイスが難しくて、何日かトリックを考えてた時に、いくつかですね、ポップショービットを交えた意外にやってるスケーターが少ない、かつ1日あればメイクできるんじゃないかなといったトリックを3つ考えてきましたので、皆さんの練習の材料になったり、何かいいインスパイアになればいいなと思ってますんで、ぜひ最後まで見てってください。あとは僕の動画、毎週土曜日の6時に公開してますので、チャンネル登録よろしくお願いします。動画参考になったよという方は高評価忘れずにお願いします。それじゃあ早速やっていきたいと思います。2つ目のトリックがポップショービットのリップスライドです。このトリックはアプローチがフロントサイドリップスライドとかフロント50側から入って、でポップショービットの要領でデッキを90度曲げて体を乗せてレールで滑らせるという、結構シンプルなトリックになるんですが、意外にやってる人少ないんじゃないかなと思います。この技はポップショービットができて、かつフラットレールでボードスライドできるスケーターであれば、こういった低いレール、20センチぐらいのレールからチャレンジできるんじゃないかなと思います。早速やってみたいと思います。僕の場合はポップショービット自体、まずノーズとテールを入れ替えてます。ノーズが後ろでテールが前に行ってます。これは人それぞれです。僕のポップショービットのスタンスは、前足はビスから少し間隔を空けて少し斜めに置いて、後ろ足は足全体でテールを踏んでるような感じですね。これが僕のポップショービットリップスライドのスタンスです。レールに対してフロントサイドリップスライドの方向でアプローチして、ポップショービットなんですけど、フラットと同じポップショービットした場合回りすぎるので、90度ぐらいのちょっと弱めのポップショービット、フラットでやると失敗するんじゃないかっていうぐらいの力加減でポップショービット弾きます。でデッキの回転を見ながら、ノーズ側のデッキがレールを越えた時に体を90度反転させてレールに乗って、あとは降りるっていうトリックになります。前回もお会いしましたね、ここで。ロビンさんの動画のお話をしてしまったね。いや、全然大丈夫です。いや、てっきり僕の動画来るのかなと思ったら、ロビンさんの動画だったんで、ちょっと笑っちゃいましたけど。ちなみに、僕の動画で面白いなと思うやつ。ダンスの紹介動画かな。スケーターが人生をかけてスケートパーク作りましたってやつですね。はい、行かれました？まだ行ってないんですけど。ぜひ、スタンスパーク行ってみてください。はい、今後も当チャンネル、何卒よろしくお願いいたします。やばいでしょ、この汗。失禁したみたいになってます。T シャツも、びっちょびちょっすね。これが真夏のスケートだ。2つ目のトリックがフェイキービッグスピンのボードスライドです。この技はですね、以前意外と簡単なかっこいいトリック3選のフラットトリック編でフェイキービッグスピンを紹介したんですが、そのフェイキービッグスピンを応用したレールトリックになってます。この技もですね、結構やってるスケーターいないんですけど、フェイキービッグスピンがフラットでちゃんと叩けてボードスライドできるスケーターであればトライできるかなと思いますんで、早速やってみたいと思います。
まずは進行方向がフェイキー方向になります。僕の場合はポップショービットと同じでノーズとテールを入れ替えます。ノーズが前でテールが後ろです。スタンスに関しては以前フェイキービッグスピン紹介したんですが、前足はポップショービットと同じでビスから少し間隔を空けて斜めに、後ろ足はですねポップショービットよりも少しつま先立ちというか360度で回す必要があるのでしゃくりやすいような位置に置いてます。これが僕のフェイキービッグスピンボードスライドのスタンスです。まずこの技はフェイキーから入るハーフキャブのボードスライドですね、同じ角度でアプローチします。フラットと同じフェイキーのビッグスピンだと回りすぎちゃってメイクがしづらかったりするので、少し甘めのビッグスピンを狙う感じですね。フラットだと綺麗に180度回って着地すると思うんですが、100度とかその辺で止めるような感じの少し甘めにフェイキービッグスピン叩いてあげて、弾いたトラックがレールを越えた時にレールに乗ってあげるっていう感じになります。練習方法としてはゆっくりのスピードでフェイキービッグスピン回してもらって、いきなりレールに乗らずに最初はこんな感じでレールから着地してあげてお腹だけかける、これでイメトレをしてもらったらコツをつかんでいただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。3つ目のトリックがノーリーポップショービットのボードスライドです。この技はですね今回撮影するにあたって思いついた技なんですが、結構イメージがしやすくてノーリーポップショービットとそれからバックサイドボードスライドができるスケーターであれば多分1日あればできるんじゃないかなと思います。で、僕自身もほぼほぼやったことがなくて、ある意味ニュートリックみたいな感じになるんですが、練習過程からメイクまでのプロセスっていうのも動画に残したいなと思います。早速ノーリーポップショービットのボードスライドやってみたいと思います。フラットと同じノーリーポップショービットのスタンスを作ってください。前足はノーズのポケットのところですね。後ろ足はですね僕はビス2つギリ見えてるぐらいで、その日の気分によって少し内股気味にしたりとか、デッキに対して垂直に置いたりしてます。今日はこのぐらいのスタンスが調子いいのでこれでやってます。これが僕のノーリーポップショービットボードスライドのスタンスです。まずこの技はフラットでノーリーのポップショービットですね。これがメイクできる状態で、角度的には普通のバックサイドボードスライドと同じような角度でノーリーのポップショービットスタンスでエントリーします。フラットと同じ感じでノーリーポップ弾いてしまうと回りすぎちゃってレールをかわしたりするんですよね。なので1つ目2つ目のトリックと同じで、少しノーリーポップショービットを甘めに叩いてあげます。すると回転足らずのノーリーポップショービットになってくるので、それを自分の体よりも少し前で捉えるような感じで、後ろのトラックが越えたところを確認して、あとはボードスライドで乗っていくっていう感じです。フェイキーアウトとかすると結構見栄えもかっこよくて、やってるスケーターかなり少ないので、フラットでノーリーポップショービットとフラットレールでボードスライドができるスケーターだったら低いレールで練習していけば1日でメイクできるんじゃないかなと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。